さあ人気者チャンプは、実に可愛い入場シーンでのこんな表情をご覧ください。まだですよ。だって嬉しいんだもん、早く出たいな。まだかな。あ、俺だよチャンパって、俺よっ、日本大好き、そのチャンプは残念ながらこの時の試合には負けてしまいました。励まそうと田上選手がやってきましたが、それでもこの笑顔。そんなチャンプはプロの鍵がなくなったと聞いて顔が曇ります。え、風呂入れねえの。いや、風呂入る困るな。高見さん、風呂なんとかしてくださいよ。風呂入りたいな。いや、風呂知らねえよ、そら。